はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。ゴールデンウィーク中に署名活動いたします。北朝鮮による拉致被害者救う会の、用紙の署名です。集めた署名は救う会さんに渡してですね、救う会さんから内閣府に、提出してもらう署名であります。つきましてはメール党員の皆様、お手伝いをお願いいたします。メール党員様だけって限定したのはですね、一般にお手伝いよろしくってやっちゃうと30人も40人もまあありがたいんですけど、これやっちゃうとこっちが大変なんで、メール党員の皆様限定でお手伝い募集させていただきます。詳しくはメールの方に書いてありますんで、事前に連絡いりませんので当日いらしてください。よろしくお願いいたします。26日に可決成立するはずだった入管法改正、立憲の要請で28日に延期、明日に延期になりました。党内で賛否が分かれたので、そんなね夏休み明けの宿題やってこない子みたいなこと言ってね、何言ってんだって話なんですけれどもね。一般意見です。あんだけギャーギャー騒いでたのに党内調整済んでないの？俺らに予定合わせろだなんて何様だよ。いつからやってんだよ。仕事なめとんのか。納期は守れ。自分のことまともにできない立憲、年単位で騒いでるくせに話がまとまってねえのかよ。欠陥入管法のせいで外国人犯罪が増えてんのに何言ってんだよ。うな丼で騒いでる暇があったら党内調整しとけ。うな丼の追及の方が重要だもんね。反自民でまとまってるだけの野豪だもんね。ほっといて採決すりゃいいのに。もう一度呆れっていうか、何やってんの、いつまでやってんのみたいな、そういうですね、無能さを嘲笑う、立憲の無能さを嘲笑う意見がほとんどでした。採決延期の要請を聞いちゃうから突き上がるんだよ。昨日採決するはずだったの、じゃあ明後日でって聞くなよ。そんなの生無視してですね、じゃあ採決棄権すればって突き放せばいいじゃん。そんなさ、そんなおめらの党内のことなんか知らねえよっつってね、突き放すのがだって党なんだからさ、党をまとめとくのが党の仕事じゃないですか。な、日頃からね勉強もしてねえ子供がですね、テストを延期してくださいっつったってなんも聞けっかって話ですよね。夏休みの宿題やってない子に明後日提出にしてくださいって言われて、うんいいよって答えるようなもんでしょ、こんなの。甘やかすからつけやがんだよこれ。ダメな子供にはダメなもんはダメっつう社会のルールを教えてあげないとさ、いつまでも甘ったれた子供になっちゃいますよね。立憲内部の委員会で5人が是、まあ賛成してもいいんじゃないか、11人が否、絶対反対みたいな、としたそうなんですけどね。立憲としては結局反対票を投じる、ことはまとまったみたいであります。それが決まってんだったらもう採決でいいじゃんって思うんですけどね。なんでかんで党内で意見一致しないといけないわけ。別に立憲は反対票を投じます、文句がある人は出てってください、これでいいんだねのかな。筋金入りのパヨ支援者に抵抗しましたっていうための延期要請ですかね。社会党がやってた牛歩なんていう嫌がらせもありましたけれども、あれもねパヨ支援者に抵抗しました一生懸命っていう言い訳のためですね。それのために立憲はですね、日頃から党内合意も取れてない無能どもと見られることは予見できないんだな。こんなことしたら俺たちこう思われちゃうっていうことは推測できないんだな。政治家向いてないからもうやめた方がいいよ全員。小西文書による難癖と嫌がらせに忙しかったっていうのは理解しますけどね。あと昨日の
うな丼なんだそれって話。続報、立憲、支援者への裏切りになるとして入管法に反対する方針という記事が朝日に出てしまいました。なるほど、立憲は不法滞在者や外国人の団体に支援されていると、有権者イコール日本人のために働かないから支持率落ち続けてるんですよ。まあ、気づかなくていいからもね、そのまま続けて、立憲の消滅が見たいんでね、私は。国政補選全敗に、蓮舫が立憲の執行部を批判、まあ、泉体制を批判、党の勢い、支えが足りませんでした。ゴールデンウィーク後に検証するなんて甘いまとめでは政党として成り立ちません。両院議員懇談会を開き、所属議員の声を代表が聞くべきです。まあ、誰が悪いって戦犯探しの吊るし上げ大会をやりましょうなんて言ってるわけなんですけれども、ゴールデンウィーク明けを待たないで、一般判です。文句があるなら蓮舫党を立ち上げれば、あんたが代表やったら全滅やで、自分は全く悪いと思ってないのがすごい。こうやって揉めるから票が逃げるんやで。そもそも有田で本気で勝てると思ってたの？2位じゃダメなんですか？ダメなのはそういうとこじゃね。そんなことよりとっとと戸籍見せてくんない？蓮舫が出るとチャンネル変えるであるとか、蓮舫がいるから立憲は嫌ぐらい党のネガキャンに貢献してんのに、まあ、自分は全く悪くないって思えるところがすごいよな。根拠もなく偉そうで、女小西、っていうかこっちの方が先輩だから小西がね男蓮舫なのかな。まあ似てるわな。この人ずっとですね、そんなことより戸籍をの、発言でですね無効化される。発言をすべて戸籍はって言われて無効化されるんで、まあ焦ってんですかね。一生見せないつもりなのかな、バックレーまくって失職するまで。執行部批判でちょっとまともになったのか蓮舫は思った方は間違いです。それは間違いです。公安委員長のうな丼に一丁噛みしてました。公安委員長の職責を離れて存分に食事の時間を楽しんでください。まあやめろって言ってんですけど、よかった、いつもの蓮舫で。まあ泉執行部に文句があるなら蓮舫党立ち上げればいいんですわ。困難は分割せよ、確固撃破は戦術の基本であります。戦争論、クラウゼビッツの戦争論にあったのかなこれ。でね、まあ向こう側のパヨ側はすぐにね、こっちに入り込んで分断工作を仕掛けてくる。テレビだの、まあ、雑誌だの、そういうところはですね、今はまあ、金を持ってる老人たちが羨ましいみたいな、若者にですね、そういうですね、なんつうの、恨みつらみを植え付けて、世代間の分断図ってますよね。でそれで、そうだんって思った人らが、若者が令和とかに行っちゃってさ、蓮舫さんなら新党作れるってそそのかすのがいいと思います。こっち側の戦略としては、蓮舫代表、辻元副代表、小西幹事長、うわー地獄絵図だななんて思いますけれども、ネットで議論、なぜ立憲と共産はボロ負けしたのか、立憲と共産だからっていうのが大きな理由だとは思うんですけど、私なんかはね、一般意見、うな丼マイノリティがポリコレが LGBT とか夫婦別姓とかマジでどうでもいいのに、そんなこと争点にされても困る。政策の話をしてないから、民主党時代よりも左傾化している気がする。強烈パヨノは泉代表にブチギレ取るが、てんてんてん。そうなの？パヨの強烈なパヨさんたちはあれなの？泉は気に入らないの？泉じゃなかったら誰がいいんだって話なんですけど、ネットでは大人気なのにね。これは少数の
パヨさんたちが一日中夢中で書き込んでるからこう見えるんですけどね。しゃもじで騒いで全敗して今度はうな丼だもんな。まあ懲りないっていうですね。立憲も共産も過去の悪行貯金がすごいからもう何言っても何やってもお前が言うなとかお前には言われたくないとかで返されちゃうからじゃないのかな。全員特会ぐらいしないと両党とも挽回は無理だと思いますけれども、自民は嫌っていう層は確実にいます。テレビの洗脳がそういうもんだからね。その人らが自民と立憲と共産は嫌に進化しちゃって、で、維新と耳に流れてんだと思います、私は。一番の理由はですね、有権者イコール日本人のために働いてないから。日本人のために働けよ。何やってんだったら、これに尽きんではないでしょうか。入管法改正に賛成すれば、支援者裏切りとか言っちゃってるし、白状しちゃってるしね。日本人のために働けよ、日本人が投票するんだからさ。日本改革党のスローガンは、日本人の、日本人による、日本人のための政治ですけれども、これは憲法全文にも書いてありますね。なんだっけ、その福利は国民がこれを享受する、国民の代表がこれを行使するみたいなね。ですけれども、立憲共産はですね、人民による人民のための、ここは人民っていう、自分とこの民を呼ぶ国2つありますね。2つ、北朝鮮と大朝鮮、人民だから、立憲と共産はね、だから投票してもらえないんじゃないんですか、まともな日本人の有権者にね。洗脳はきつい、とうとう会話も通じなくなった強烈なパヨさんぐらいにしか投票してもらえないんじゃないんですか。それで選挙負け続けてるんじゃないんですか。まあまあ維新が大きくなっても別にいいですよ。でね、自民党がうかうかしてらんねえなという、ピリッとして真面目に勉強するとかね、日本人のためになんねえような法律作ったりしねっけね。それにしてもLGBT、理解増進法とかわけわかんねえ法律一生懸命サミット前に作ろうなんて、言ってますけれども、稲田さんとか細野とかあと野党ともね、憲法14条で全ての差別は禁止されてる、すでに。なのにその上に新たに法律重ねようとしてる、おかしいと思いますね。これね、新しい法律作った、その法律にのっとった新規事業がやれるんですよ。で、税金がそれに使われると、それに群がる、それに群がりたいっていうですね、そういう理由で法律作ってんじゃねえよ、もう。どん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 やんなきゃなんない事業が増えて、ますます増税になっちゃうじゃーん。それにですね、LGBT が本当に差別されてたら、例えばですけど、弁天小僧菊之助、あれは女装の話じゃないですか。そんなのもないし、マツコもミッツもテレビ出れねえし、おすぎとピーコもテレビ出れてねえし、三輪さんとかも、ピーターも、あと誰だ、氷川きよしとか、だから LGBT 差別はないんですよ。ないものをあるって前提で差別禁止法案とか作られちゃったらたまんねえね。これね、ない差別をあるってして、税金、群がるスキームをですね、まあ弱者、捏造スキーム、あるいは弱者、創造スキーム、古くは童話、あと、自称慰安婦、あと、徴用工、で、ここ最近だと、アイヌ。あと、若年被害女性っていうのも、弱者創造されましたね。好きでやってる子もいんのにさ、あとは困難女性ですか？困難女性支援法っていうのも、できちゃって、施行待ち、施行待ちって話ですけれども、
ねえものをあるっていう前提でどんどんあの金使う理由を積み上げていく。これね、我々が見張って、文句垂れないと、好き放題やられちゃいますよ。ますます重税国家になっちゃいますよ。そんなね、成果とか効果が見えにくいもの、あるいは何十年か経たないと分かんないものに金突っ込むのやめろって、税金なんとか安くしてんだからさ、って、私は思っております。というわけで、メール党員さん、署名活動お手伝いよろしくお願いします。あと、メール党員さんも大募集であります。動画説明欄、もっと見るをクリックして、そちらからご登録ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。